研究者が標識をセリンにつけるために専用のツールを使っているところ、鳥類標識調査とは、鳥類研究の一環として、地名や個体式別番号付きの金属、またはプラスチック製の標識を取りの足、翼、またはその他の部位に装着することで、後で同一個体を再発見可能にすることである。これによりわたり、寿命、死亡率、個体数、縄張り意識、 接触行動を、その他多くの様相を研究することが可能となる。霞網に絡まった足に標識をつけたルビーキクイタダき鳥類標識調査員はイギリスやその退屈家のヨーロッパの地域ではバード・リンガースと呼ばれている。一方その他の英語圏の地域では彼らはバード・バンダースと呼ばれる。それぞれリング間、バンドマイナス体に由来する。日本ではバンダーとも呼ばれる。 また彼らの活動場所は、標識調査ステーション、または、鳥類観測ステーションと呼ばれる。鳥はその巣で、もしくはカスミアミやヘルゴラントトラップなどの罠で、捕らえられた後に標識をつけられる。標識は通常、アルミニウム、または、その他の軽量な素材でできていて、複数のサイズの中から、適切なサイズを選んで装着され、その表面には固有の番号、記号と、 連絡先が付記される。鳥は体重と体調が計測され、同一個体のデータがすでにないかどうかを調べられてから、再び放たれる。彼らが再び捕らえられるか、死骸となって発見されるとき、個々の鳥は、先の調査から個体を特定することができる。発見者はリングに付された連絡先に連絡を取り、固有の番号を伝え、その鳥の履歴を聞くことができる。ある国では、 鳥類標識の当局が電話、郵送、あるいは公式ウェブサイトで調査報告を受け付けている。日本では財団法人山品鳥類研究所がその役目を担っており、毎年の報告書の作成や霞網の一括購入、貸し出し、講習会の開催、バンダーの要請といった活動も行っている。日本では霞網の所持、使用は原則として、 法によって禁じられているが、鳥類標識調査を目的とする場合に限っては許可されている。なお、日本でバンダーとして活動するには、十分な訓練の後、山品鳥類研究所の主催する講習会に参加し、資格の認定が必要となる。その後、環境省に毎年鳥獣捕獲許可を出して、その認定証を携帯して、標識調査活動を行う。一般には来た。 アメリカでバンド、またはリングに、鳥の他の識別情報と共に記録される、固有の番号がある。鳥が再捕獲されたら、他の識別できる特徴に加えて、再捕獲として記録される。すべての標識番号と個々の鳥に関する情報は北、アメリカの標識調査運営局を通じて共有される、データベースに入力される。このように、再捕獲された鳥に関する情報は、 より素早く利用ができ、アクセスも容易である。最も早期における鳥に印をつける試みは古代ローマの一人物、クイントス・ファビウス・ピクトルの時代にまで遡る。このローマの役人は、紀元前218-201年頃の第二次、ポエニ戦争の最中に、包囲された要塞に一羽のツバメが送られた。彼はメッセージを送り返すために、ツバメの足に糸を結んだ。 救援が到着するまで結び目の数がその日数を表した。プリニュースが世にいた間、二輪戦車レースを好んだ騎士がボルテンラにツバメを連れて行った。レースの勝者に関する情報を2 1 7トル離れたところからツバメを放って伝えた。中世の高城は早草に印をプレートに取り付けた。1560年頃から白鳥には、くちばしの上に、 刻み目のマークが施された。どちらも所有を示すための行為である。科学的な目的のために標識をつけることは、1899年、デンマークの学校教師、クリスチャン・モーテンセンから始まった。彼は星むくどりに、アエンのリングをつけた。最初の標識調査計画は1903年に、ドイツのバルト海沿岸のボーゲルアートで確立された。 この後に1908年のハンガリー、1909年のイギリス、1910年のユーゴスラビア、そして1911年から1914年のスカンジナビア諸国と続いた。このメスの王カ館通りは繁殖研究の一環として翼タグが付けられたある調査では、ワシのような大型の鳥では、明るい色のプラスチックタグが鳥の翼輪に取り付けられる。 各々は固有の記号を持っている。そして、色と記号の組み合わせは個別の鳥を特定する。これなら双眼鏡を通して観察ができるので、つまり再捕獲の必要がないことを意味する。タグは羽につけられているので、噛むの際にタグは落ちてしまう。インピングとは、鳥の通常の羽を明るい色のついた人造の羽と入れ替える習慣である。翼巻くタグはリベットによって、 翼膜を突き抜けるタイプの半永久的なタグである。個体の移動について詳しい情報が必要な場合、小型の無線送信機を取りに装着させる方法が利用できる。送信機は小型の種においてリュックサックのように羽根木部に装着でき、より大型の種についてはオハにつけられるか足輪として取り付けられるだろう。どちらのタイプも 通常信号受信を改善するために10センチメートル程度と小さくかつ柔軟なアンテナを装備する。地上から三角測量を使って鳥の位置を定めるために2つの下半の受信機が必要である。鳥を目視確認がして遠方から居場所を突き止めることができるため、この技術はとりわけ植物がうっそうと茂った場所での 個体追跡に、または臆病であったり見分けるのが困難な種に役に立つ。鳥の追跡のために人工衛星送信機を使用することは、現在のところ、送信機の大きさの制約からおよそ 400g より大きい種に制限される。これらは長距離の移動を行う渡り鳥やペンギンなどの、その他の種に装着される。送信機のバッテリーの寿命が尽きるまでの間、 答えは、長大な距離の移動を衛星によって追尾される。翼タグと同様に、送信機は関羽の際に脱落するように、設計されている。あるいは鳥を再捕獲して回収できるかもしれない。アホウドリの背中に取り付けた、送信機からの電波を衛星ノアが受信し、地上の受信局が情報を受け取る。そして、日本とフランスにある、アルゴス情報処理センター経由で、 コンピュータ解析された情報を受け取り、現在位置が分かるシステムが確立している。フィールドで読み取り可能な足輪がある。文字や数字などの目立つ模様を持つことがある。鳥たちが再捕獲されることなく、また彼らの振る舞いへの妨げが最小限で済むようにフィールドで働く、生物学者によって使われる。数字を示すのに十分な大きさの足輪は、 通常より大きな鳥に制限される。しかし必要に応じて識別コードを示す。足輪の少しの拡張でわずかにより小さな種で足輪を使用可能にする。小さな種のために異なる色の小さな足輪、またはフラッグを用いて個体を特定することができる。これらリングフラッグの大半の色、記号は一時的なものと考えられる。そして個体は 通常半永久的な金属のリングもつけている。近年、撮影倍率の大きなデジタルカメラの普及により、比較的近くで撮影できる公園などでの写真から、足場の番号を確認することができることもある。公園でデジタルカメラで撮影したもの、順に見ていくと足場の番号を確認できる。環境庁東京ジャパン 10A38,275 と読み取れる。 カラーフラッグは色のついた足輪と似ている。そしてそれは位置や色、形が特定の順序になることが決まっているためそれらを読み取るだけでその鳥の由来がわかるようになっている。カラーフラッグにはしばしばそれら固有のコードがあるかもしれないが、それらのより通常の仕様は鳥たちの移動ルートと集結地を解明するためにある。色分けされたフラッグの仕様は、 国際的なプログラムの一環である。期限は1990年のオーストラリアにあり、東アジアの国々によって、渡りを行う賞金類の取りによって使われる、重要な地域とルートを特定し、オーストララシアの飛行経路を探るために始められた。カラーフラッグも、再捕獲の必要なく、観察可能な方法の一つである。日本では主に白鳥、ガン、鶴にはカラーリングを、 シギ、チドリにはカラーフラッグを使用している。これらの観察データは繁殖地、中継地、越冬地への移動手段、都外構成といった学術的にあるいは保護活動にとって重要なデータとなる。頭と首のマーカーはそこに装着すると非常に目立って、かつ一方で水鳥など足が通常見えない種に使われることがある。ビディスクとビサドルは鳥の尾光を通して、 輪で囲まれるピンで、くちばし峰につけることができる。それらはもし呼吸の妨げになるのであれば、使うべきではない。寒冷な気候の中で生きる鳥で、ビサドルが氷の蓄積で鼻孔を塞ぐ、可能性がある場合も使用すべきではない。これらの方法も、鳥を再捕獲することなく、個体に関する情報を得ることに適している。伸縮性のある、気熱伝導プラスチックでできている首輪は、 ガチョウのようなより大きい鳥に非常に役立つ。足輪をつけた飛行中のユリカモメ1982年夏、イングランド北部ノーサンバーランド海岸沖のファーン、諸島でまだ飛ぶことができない雛鳥として標識をつけられた極アジサシは、同年10月オーストラリアメルボルンに到達した。羽毛が生え揃ってからたった3ヶ月で2万 2000km 以上の距離界を渡ったことになる。 満島で生態の時に標識をつけられて、北アイルランドのコープランド島で育った水なぎ鳥類は、現在最も長名として知られる野鳥である。1953年7月に標識をつけられて、2003年7月に再捕獲されたので、少なくとも55歳まで生きていたことになる。他の再捕獲例では、満島の水なぎ鳥類が冬に南ブラジルと、 アルゼンチン沖の海域に1万キロメートル以上渡りを行ったことである。もう一つの古い例では、ウェールズ沖のバードジージまで一羽の鳥が育って800万キロメートル以上飛行していたことが鳥類学者のクリス・ミードの計算によって突き止められた。この鳥は2003年にはまだ生きていて、結果的にクリス・ミードより長生きした。1924年の商務省によって、 行われたのが日本の標識調査の講師である。途中戦争で中断するまでの約20年間に31万7000が標識装着後再び放たれ、その後1万5千羽が再捕獲された。戦後は1961年から農林省から山品鳥類研究所への委託という形で再開した。1972年からは環境庁が事業を引き継ぎ、 山品鳥類研究所へ調査を委託した。1961年から1995年までに240万羽が標識装着後包丁され、1万4千羽が再捕獲された。近年では毎年17万羽が標識包丁され、渡り鳥の目的地や渡りのルートなど今まで不明であったことが次第に判明してきた。ありがとうございます。